トルコ航空5904便墜落事故は、1999年4月7日に、トルコの J 班で発生した航空事故である。アダナシャキリパシャ空港からキング・アブドゥル・アジーズ国際空港へ向かっていたトルコ航空5904便が、離陸から8分後に墜落し、乗員6人全員が死亡した。 事故機のボーイング737から498は1995年に製造番号25,378、2732として製造された。また、この機体はインターナショナルリースファイナンスがトルコ航空にリースしていたものだった。2機の CFM インターナショナル CFM56 から 3C1 を搭載しており、 総飛行時間は11,600時間で6,360サイクルを経験していた。前日、事故機はサウジアラビアのキング・アブドゥル・アジーズ国際空港から巡礼者150人を乗せてアダナ・シャキリパシャ空港に向かった。e a 二2 3時45分、事故機はアダナ・シャキリパシャ空港に着陸し、1時間ほど駐機された。その後、千九百四便として、 キング・アブドゥル・アジーズ国際空港に引き返し、再び巡礼者を乗せる予定だった。離陸前、パイロットは、インジル陸空軍基地の管制官に、気象情報を聞いた。管制官は飛行場付近は雷雨に覆われていると、返答した。0時36分、5904便はあだ名、シャキリパシャ空港を離陸した。離陸の9分後、1万フィート付近で5904便は、 突然降下を始め、空港の東北東 56km 地点に墜落した。衝撃により、墜落現場には半径 30m、深さ 15m のクレーターが生じた。また、水平安定板は現場から 250m ほど離れた場所で発見された。トルコの民間航空総局が事故調査を行った。コックピットボイスレコーダーからパイロットが 機体の制御を回復しようとしていたとき、コックピットに客室乗務員がいたことが判明した。最終報告書では以下のことが事故原因とされた。5904便が激しい雷雨に遭遇したこと、ピトー管の除氷装置を作動させていなかったことパイロットが不規則に表示される、待機速度の原因を理解できなかったことパイロットが機体の姿勢を回復するために、 他のケーキを使わなかったことコックピット内に客室乗務員がいたためパイロットが注意3番になったこと。ありがとうございます。